ソシャルです。セイヤです。うん。さあ、今日もですね、ソーシャルディスタンス守って、はい、収録しております。ありがとうございます。まあちょっと悩みというかですね。はい。よくテレビでまあちょっと、まあ、この薄毛芸人とかも出ましたけど、アメトークでハゲてるね。ハゲてはないんですよ。え？いやハゲてますよ。いや俺ハゲてるから。お前も薄毛やろ。全体的に下がるから。俺つるっぱげって言うなら、お前も薄毛やろ。あ、そうかそうか。悪いけど。薄毛かじゃん。薄毛。完全に薄毛ですよ。まあその薄毛なんですけど、そのやっぱり、せいやさん結局、どれぐらい薄毛なんですか？その、これ結構セッティングしてるというか、アメトークで見たら調子悪い時みたいな。やばい。そう。やりすぎてる。そう。まあ、俺は霜降りチューブの見てる人だけにはこうちょっと見てもらって、おなんかもう皿全部もう晒し上げようかなと。晒し上げ。晒し上げ出すんじゃなくて。晒し上げ。晒し上げに。ほんなら俺ともし会った時とか、うん、今度分からんけど、まあ、分からんけどこう例えば飲みに行くこととかあればもう見てる方と。うん、こう俺が薄毛でも気にならんとか、その最低を一回見てほしいというか、そのままコンプレックスを克服したいんだろう。なるほど。わかります？うん。でもまあ、鳴らしとくってことね。そうそうそう。で、その薄毛、あ、この薄毛はこういう対策がいいですよっていう薄毛の人たちにも、ソシアさんの、あの、あったじゃないですか、包茎の。はい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 。あれ見て薄毛の人たちで、励まし合って、あ、やろうしな。薄毛の人たちで、なんかこう、盛り上げたりね。もう、盛り上げたり。はい。はい、みんなで、意見交換とか。なるほど。したいんで、そういうために一回僕は薄毛ですよっていう宣言をしたい。ないよね、この感じ。はい。オンラインサロンね、作れよ、薄毛の。いや、やろうかな。ほんまね、薄毛で困ってる人めっちゃいますから。まあまあまあ、それはね。僕みたいな薄毛の方は、こういうセットしたらいいですよとかで、こう薄毛会をどんどんやったらいいですよ。薄毛会。はい。まあ、今こういう感じですけど、ええ、まあ、例えばロケとかで、うん、あの風が吹いた時、はいはい、いつもはもうすぐ直しますけど、直してる。もし直さなかったら、はい、どんな感じになるかっていうのちょっといいですか？ああ、はいはいはい。さあ、風が来た時に、そうね、いつもはね、このハゲてるとこもあんま、テレビは見れないんですよね、実は。こう、気にして、結構な時間、こう、髪の毛使ってますから。もし髪の毛を直す。直さなくなりね。なかなか。はい。ああ、痛い。ああ、見えへん。はい、もし、はい、全く直さんとロケ続行してたら、はい、どうもー、下り宮です。よろしくお願いします。ということでですね、まあ、いやそうですね、まあ、お店ということで、イエーイ！あー、もう、きついな。まあ、っていう、こういうね、きてるね。これがロケ。で、次が、ランニング。ランニング行った後。もう一丁ちょっとやばそう。ランニングはね、ロケより、なんか、しんどいというか、この、風もすごいあるし、いや、悲しいですね、自分でこうなんで、俺だから笑いの原理としては間違ってるやん、自分であかんことをコンプレックスやるっていう、うん、でも、やっぱ仲間を元気にしたいという気持ちでやっております。素晴らしい。わかるって言ってほしいというか、まあ、多いやろな、そういう。多いね。髪の毛は薄いからややこしいけど全部ややこしい。おおおお。はい、じゃあランニング。はい。あ、まあまあでも。あ、ランニングはランニング終わり。おお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 。まあまあでも、さっきよりはね、まだなんかそういう髪型っぽいというか。おお。もう一つすごい。なるほどね。ちょっとこうなっちゃう。上の方がちょっとあれかな。どうしたらいいか、美容師の人とか相談したらどうやったら薄毛っぽくない髪型にできるのか。
そういう昔なんかあの皮膚科とか行ったことあるんですか、医者に。あの高校時代とか髪の毛。まああるけど、その時はもう全部ハゲたから。じゃあどういう説明されたんですか、このハゲの感じは。その時はあのなんかちょっと一回戻そうか。中止でいいな。戻しましょうか。あ、戻してくれる？あ、はい、ちょっとじゃあちょっとアドバイスくれる。せいやさんね、この生え際が出てるのがハゲてるの見えるんですよ。はいはい、で真ん中のこの前髪をちょっとこう真ん中に寄せて、より、はい、でもうめっちゃこう握ってください。こう握って寄せて、サイドをちょっとこう俺みたいに耳にかけたら逆に気にならんから、はい、逆にこう耳にめっちゃかけて、ほんでもうちょっとこう言いましょう。あー、いい、いいね、あ、いいですね、いいですね、あ、いい、あ、こんな感じ、はい、あー、めっちゃいい、めっちゃいい、あ、これいいんちゃいます、はいはいはい、これいい、多分ハゲてるよね。一番ハゲてるのがお前のセッティングが。何ですか？これやべえよ。どんな飲み会も参加できねえ。そんなことないやろ。そんなことないやろ別に。もうほんまでも、言われたのは前あの皮膚科行ったらあのちょっとせいやさんのその。あの皮膚は柔らかいですと、そのなんか毛根が弱くて、あ、なるほど、普通の人の毛根をこれ用意しますって言われて、なんか模型みたいな、なんかしっかりしてるんですけど、ちょっとスポンジみたいな感じで柔らかいんですよ、はいはい、でもね、せいやさんぐらいになるとね、こんななんですよ、ね、ゼリーみたいな模型も。でも先生はお前を元気づけようとしてくれたよ。好きやな、お前話させろな、お前さっきからそう。それはまたちゃうの、薄毛じゃないな、それは一応おかしい、まあだから、まあ、そのせいやさん、まあ、その抜け毛すごいですけど、治りますと、でももっとひどい人いるんですからって励まそうとして、その元気づけようとしてね、でなんかせいやさんのは2段階目ですと、はいはい、もっと下の人がおって、これはもう眉毛とか、もう全部まつ毛も抜けちゃうんですよ、はいはい、この人とかの方が、あの辛いですからって僕を一応元気づけようとしてくれて、はいはい、それじゃなくてまだ良かったっていうのを言ってくれたんですけど、はい、じゃあ結果見ていきますね、まあ、あの3段階目のやつなんですけど見誤ってた。虫もおるなということで何の話でしたっけ。薄毛のね、ああ一見交換したいと。そうそうそう、じゃあもうほんまに、あの薄毛、でおすすめされた、はい、あのこのヘアスタイル、はい、試していいですか。はいはいはい、一人あの美容師の方で、このやり方せいやさんやってみてくださいっていう。なるほど、そうなんですよ。いいや、ちょっとやってみる、お願いします。それね、セット一つで変わりますからね。そう、まあ、ほんまに逆にオールバックにするとか前髪の流し方とかいろいろあると思うんですよ。じゃ逆にね、あの七回りの森下さんとかもね、結構ハゲてるんです、あ、薄毛なんですけども、今日髪型でこうちょっとそういう人みたいにねしてるとか、そういうとこありますか。はいはいはい、セット完了。顔ないやん。顔ないやん。おー、家にあげるっていう、もうこれからこれでいこうかな。正直めっちゃいい。これ上に上げていこうかな。それの方がいいと。ただまあそうやな、でおでこ出すってことですよね。まあそうですね、その俺ぐらいもっとこうちょっとこうほんまに上に上げるのはないの。これめっちゃええねんけど、多分もっと良くなると思うねんな。いや、マジで、俺ぐらいの薄毛の人がお前みたいな髪型したら、ほんまスカスカなって、シャミセンみたいなの、ほんまに。サンボード系のシャミセン。バーボードとか、めちゃくちゃ、めちゃくちゃスカスカ。シャミセンみたいなの。ギターまで見た。3弦。一回ちょっと、セットしてみていい？それ、これバージョン。一回、もうちょっと、根元からこう、上に。あ、そう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 、あ、もっとサインこうしてください、逆に折る、あ、いいね、いいね、ほんで、あ、あ、
めっちゃいい。ほんでもうちょっとこの前の目を垂れてるんで、その右目の上。そうそうそう、あ、いいねいいねいいね。で、最後もうちょっとやってもらって。あ、いけてるいけてる。あげてるよね。三軒だよな、多分。ベン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 だよな。薄毛の人ベンベン、連絡ください、話し合いましょう、ベベン、終わり、ベンベン。皆さん高評価、そしてチャンネル登録お願いします。